ちは。役者で歌手としても活動してます、江藤彩です。今日の江藤彩の独り言、今日はキッチンからお届けしたいと思います。見てください、やばいでしょこのエプロン、かわいいでしょこれ。なんかね、だいぶ前にすごいかわいいと思って買ったんですよ。で、あ、友達にプレゼントしようと思って、そしたらなかなかあげる人がいなくて、で、今日初めてつけてみました。なんかね、裸にエプロンとかしたらかわいいんですよね。ね、一回若い時にね、裸にエプロンとか一回やっとけばよかったなってね、思いますよね。さて、今日は私の大好きなコーヒーを入れたいと思います。それでは今からですね、豆を引いていきたいと思います。 あとこれお湯をね、今から沸かします。まあ、私のいつもの朝のルーティンって言いますかね、温めてる間に豆を引きます。これ有田のね、このミルなんだけど、すっごい重たいの、重厚感があってすごく気に入ってます。これは仕事のね、先輩お姉様が誕生日プレゼントに買ってくれたんですよ。もうね、こんな高価なもの本当嬉しくて、これはでも一生大切にします。で、今日の豆はコロンビアですね。2杯分作ります。だいたいこれ12g入りなんですけど、まあ、1杯だいたい 10g いいんですけど、私結構濃いめなので 12g スレスレを2杯入れました。これね、結構音がうるさいんだけど、このまま喋ってていいかな。私がコーヒーをね、好きになったのって、子供の頃やっぱ苦くてね、飲めなかったんですよ。いつもミロとかね、ココア飲んでたから、それがね、一番多分好きになったのって、短大出てから雑貨屋さんでね働いたんですよ。で、それカフェが併設されてるか、雑貨屋さんで、美味しいシフォンケーキとかサンドイッチとかスコーンとか売ってて、コーヒーをね入れてたんですよね。で、早番だとこう準備して、で、コーヒーも準備して立てて、いろいろやるじゃないですか。ほんで、早番の時そこでコーヒーをね入れて、シフォンケーキをこう、美味しいんですよ。でね、内緒で食べてました。ごめんなさい、もうね、時効ですよね。まあ、だいたいほら、アルバイトあるあるでしょ、そういうの。私も本当甘いの大好きで、すごく美味しいものなので、まあ、飲食店ってそれが醍醐味かなと思ってバイトしてましたよね。あー、このね、コーヒーのいい香りがしてくるのが本当ね、アロマ効果あると思ってですね。最近ね、時間があって結構ね、家にいるので、どうかな、コーヒーね、多分10杯は飲んでますね。で、豆もいろんな豆用意してるんで、その時の気分に合わせてとか、私アル中じゃなくてカフェイン中毒だと思う。これ結構長いね、長持たないよね。
このコーヒーポット、かわいいでしょ。この野田芳郎のコーヒーポットなんですけど、ずっと欲しくって色をね悩んでたんですけど、やっぱりね大好きな赤買っちゃいました。もうねこれが来てから本当にコーヒー入れるのがめちゃめちゃ楽しくって仕方がないです。いつかねカフェ開けたらいいなって昔から思ってるんですけどね。まあね夢だね。夢結構かかる。はい、そろそろ結構時間かかる。これでも片手でできるからね、このミル便利なの。普通こうやって押さえてさこうやらなきゃいけないから力はいるんだけど、これもね片手でなんかこう歯磨きながらとかそうするとなんか目玉焼きとか焼きながらできるんですよ。まあこう、ね、私みたいなズボラな人にはちょうどいいコーヒーミルです。よしできた。はい、ではと、私は今この円錐型ハリオの V60 っていうこれですね、これを使ってます。円錐型の方がねちょっと早く落ちるですね。いろいろね試したんですけど、なんか最近これがお気に入りで、これも円錐型のコーヒーフィルター。これ2杯分以上あるんじゃない。全体にお湯を行き渡って、膨らませて大体30秒待ちます。あ、すごい膨れてきた。ぷくぷくいってるのがね、かわいい。かわいいんですよ、このぷくぷくっていう、30秒って大体私自分の腹時計で30秒なんですけど、まあ、せっかちなんで多分ね結構20秒とかで次2投目を注入しちゃってると思いますけど、そろそろ30秒経ったかな。経ったね。で次はこれがいいのかな、500円玉ぐらい、大体ね500円玉ぐらいって言われてるんですけど、これを少しずつ入れていきます。なんかいろんなね入れ方があるんですけど、私はずっとこう入れ続けてどんどんねこう膨らんでくるのを見るのが好きです。このねコーヒーポットのこの先がね細いので入れやすいですね。ちょっと一旦、はあ、熱くなってきた。うん、いい香りします。私ね 2,3 年前かな、ある CM で、コーヒーショップのオーナーっていう役でね、こうコーヒーをね入れるシーンがあったんですよ。その時もこうやってね思い出すな。
緑のエプロンをしてこうやってずっとお湯を垂らしてた記憶があります。美味しいね、ケーキとかとね、コーヒーの飲みたいよね。結構時間かかりますけどね。まあ、ぶっちゃけでしょ。朝こう仕事とか出るときにコーヒーをね、入れて500のこういう水筒に入れて持っていくんですけど、まあ朝は私超寝起きからすごい早いんですよ、動くのが。もう一緒にいる友達とかびっくりするぐらい、いつもめっちゃ早って、だいたいね20分ぐらいで家出ます。でちゃんと歯も磨いて顔も洗って、でコーヒーもちゃんと入れてくるんですよ。でその時はもうこんなにね丁寧にはやっぱりね入れません。結構ダーってジャーって落ちるのを待ってるけど、インスタントコーヒー飲むよりね全然美味しいんで、いつもコーヒーだけはこだわって豆からねガリガリ引きます。これコーヒー好きじゃない人とか見ててもつまんないよね。出さないようにするのがコツです。私本当に、ね、濃いのが好きなので、結構私みんなに飲ませたがりなんですよ。コーヒーを、美味しいコーヒーを飲ませたいっていう思いが強くて、だいたい濃いって言われますね。でお湯足したりとか、深くてちょっと苦味のある、酸味はあんまりない方がいいかな。今ね2杯ギリギリなんだけど、ちょっと多めに入れてるけど、これで最後まで落とさないようにします。すごくね雑味が落ちちゃうので、必ず最後まで落とさないようにして飲みます。うん、濃いね、いいんじゃない？あ？なに？焦っちゃった。ごめん。明日行くわ。うん。うん。いや、ごめん。うん。はい。では、濃いめのが出来上がりました。はい。美味しいコーヒー、召し上がれ。